続きまして第2セッション社会保障健康医療からトランスフォーメーションへですこのセッションでは3名の研究員がそれぞれのテーマについて講演いたしますはじめにデジタル時代の税制社会保障デジタルセーフティーネットです講演は元中央大学大学院法務研究科教授 元財務省財務総合政策研究所長の森信茂樹研究主官が行います。森信研究主官、よろしくお願いいたしますえ。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきましたあ森信です。あの最初にちょっと PR をさせていただきますと。 私自身は2007年からこの研究所の前身であります東京財団その時からあの税社会保障一体改革プログラムというのを担当させていただきまして今まで8本の政策提言書を出しておりますでとりわけあのメンバーに協力な方が多いもんですから税制については その、まあ、半分程度は実現をしているということを申し上げたいと思いますそれからもう一つそういうその公共政策税とか社会保障というふうな分野の研究というのはなかなかこの民間のシンクタンクでは、えーまあ、なかなか営利に結びつかないということもあってです、ね、あまり行われていない分野だと。 それをこの東京財団政策研究所でですね、ずっとな引き続き行わ、行っていけることができることは、大変私自身はありがたい、感謝をしております。で、今日は時間の関係で、与えられた時間が25分なもんですから、今、研究をしておりまして、政策提言ですから、具体的にデジタル庁、国税庁、財務省と、彼らと、え、ー 彼らにまあこの政策我々の政策提言を押し込む形で今やっておりますことを、えー、簡単にお話をしたいというふうにあの思っております。それではこのスライドを使ってですね、えー、ざっとお話をしたいと思います。まあ今日の話の概要を最初につけておりますが、えー、岸田総理の新しい資本主義と、この日本柱というのは賃上げと人的資本の向上と、 これがまあ日本柱になっております。で賃上げは、えー、一回国旗の賃上げでは全く意味がないわけでこれを恒常的に行っていくためには何といっても人的資本の向上によって労働生産性が上がっていかないといけないとでそれと同時にやっぱり雇用が流動化していかないと、えー、そう,いう成長産業に人が流れていかなければいけないとこのトータルが、えー、ピクチャーとして描かれていることが必要だというふうに思います。 それでこれを進めるのにはこの安心してですね自分が今度新しい職場に転職したいとあるいは休職して少し学びたいとそういった時に安心してそういう能力開発に時間が割けるセーフティーネットが必要だということなんですね。でこれは実はこれをトータルとしてデザインしているのが欧州の。 積極的労働政策というものでありまして後でちょっとご紹介しますが例えばイギリスそれからも北欧ではほとんどこのきちっとこういう政策が取られておりますが今日はちょっとイギリスの例を紹介したいと思いましてそれが日本では構築されていないこれがなぜなのか私自身は今経産省とかデジタル庁のいろんな有識者会議のメンバーをやっておりまして その時にひしひしと日本の政策のですね、えー、そういった、あのーえー、構想の、まあ、弱さといいますかそういうところを痛感してるもんですからそういうことを今日はちょっと簡単にお話をしたいと思います。でそういうトータルなデザインをこれは実は私の造語なんですがデジタルセーフティーネットと呼んでおりまして、まあ、3年ぐらい前からこの言葉を使っておりまして今は デジタル庁も一応この言葉を使ってくれております。後で紹介しますが。えー、それで、この下の方に書いてありますが、なぜ我が国ではそういうことが遅れてるのかと、デジタルセーフティネットの構築が遅れてるかというのは、何といってもやっぱり番号、これが諸外国と比べて、アメリカと比べれば50年遅れました、導入が。ヨーロッパと比べてまあ30年遅れております。このの30年の間ににやはり非常に大きな 社会意識の変化等々があってプライバシーの問題とかだん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 番号の活用がですね、まあ、難しくなってきている日本が導入したのはつい最近ですからそういうことがあって非常にこの番号を使った、えー、セーフティネットというのが、えー、なかなか構築できにくくなっているということはあろうかと思います。でセーフティネットというのは所得に応じてこう構築をしていく誰が困っているのか。 どういう状態を困ったというふうに言うのかとそういうことをそれがセーフティーネットですからまず必要なのは人々の個人あるいは世帯の所得情報をきちっと捉えることがまず基本なわけですね。でこれがやっと番号が導入されまして、えー、個人個人の所得情報が番号で管理されるようになったわけです。ここれれはは諸外国はこれを 社会保障官庁に情報連携してるんですねところが日本は、えー、ほぼ国税庁が握ったままで、えー、社会保障官庁には、えー、一律提供はしておりません、えー、必要に応じてですね生活保護の分野とか必要に応じて提供はしておりますが基本的に情報連携されるシステムはできてませんところが欧州あるいはアメリカではですね 当然、そこが連携されておりまして、今困窮している世帯はどこなのかと、あるいは誰なのかということがきちっと把握されているんですね、でこれがコロナの給付金のときに迅速に給付されるということにつながっておりまして、我が国のように国民全員に配るというふうな話ではなくてです、ね、本当に困窮家庭を中心に給付がなされたというようなことにもつながっているわけです。 そこで、えーまあ、このなぜ我が国ではどこに問題があるのかというのを少し、あのー、話をしたいと思いますあ。それから最後に書いてありますがこういったセーフティーネットを完備していくことがです、ねえー、賃,上げを賃上げが行われてそれを商品に回すと所得が増えても商品に回らなければ意味がないわけですからそういった商品に回るということにおいても効果があって。 そういう意味では、あの経済対策としても、ですねこういう政策が <laughs> 必要だということもあの言いたいと思います。あはい、これはちょっとあの絵をまず見ていただきたいんですが、先ほど言いましたように、私の目から見れば、一番、えー、完備デジタルセーフティネットという意味では、完備しているのがイギリスです。こ、えー、こののシシスステテムムは非常にあのお先端的なシステムでこのよ 横軸にこの所得が低い方から高い方に上がっていくわけですがその所得の低いところはユニバーサル・クレジット・ペイメントって書いてありますがこれは日本語で言えば給付付き税額控除といいますがそういったものが所得の低い段階は多くそれからだん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 低減されてあるところで一定の所得を超えるともうなくなってしまうと。 フェードオフしてしまうと、そういう制度が構築されているんですねで。この制度を構築するためには、人々の、えー、所得をですね。ほぼ毎月、リアルタイムに、えー、取っていく必要があるんです。で現実に、イギリスでは、そういう制度ができております。でまた、リアルタイムに、今度はユニバーサル・クレジットを毎月。そういう家庭に困った家庭、あるいは、えー、子育てに必要な家庭に。えー ペイメントを払っていいくというシステムになってるんですねで。この制度のもう一つ優れたところはいろんな子ども手当家族手当傷病手当住宅手当といろいろあの社会保障にはいろいろありますがそれらが全て金銭評価されて統合されているというところなんですねしたがってそういうものとしてこのペイメントが形成されているとここにもう少し詳しく書いてありますが。 ももととこれは上から2番目に書いてありますが、ボリア首相がです、ねえー、まあ有名なあのワークフェア、働いて老後の生活をきちっとしたいねとで、トランポリンと、セーフティーネットではなくてトランポリン、もう一回こ跳ね返っていきたいねという政策で入れたものを、この保守党のキャメロン政権がユニバーサル・クレジットとしてです、ね、よりあの整備したものでです。 で重要な点はです、ね、この3番目に書いてありますが、受給者はオンラインアカウントを通じ、オンラインバン,バンキングで給付を受けるということなんですね。でつまり、これはどういうことかというと、政府と国民がです、ね、実はもうオンラインでつながっているわけです。つまり、イギリスの場合は、えー、社会保障官庁にですね、えー 自分の名前と社会保障番号とピンナンバーを入れますと自分のアカウントが出てくるんですねその自分のアカウントを通じていろんな申請をしいろんな手続きをやっていくとでそ,のその時の社会保障官庁にはこの私の申し込んだ申請者の情報がすでにこの国税庁国税当局から所得情報が来ているわけなんです。 でそういうことでこの連携が図られていると。ところが日本ではそういうふうにその、えー、例えば日本の厚生労働省のホームページに私のアカウントがあるわけではありませんね。そこはまあ決定的にまず遅れているわけなんです。それで私はあのー、そこをやれというのは簡単なんですが、おそらくなかなか日本ではそういうことにならないと思うので、後で紹介しますが、マイナンバー制度で構築されている。 マイナポータルという機能を使ってです、ね、同じようなことができるということを4、まあ、5年前から提言をしており,ましたおります。その話もちょっとしていただいたますで問題はです、ね、そうやってこの必要なときに応じていろんなペイメントが来るわけなんですがとりわけさっき言いましたようにこの下から3つ目のポツですが、えー、時給には条件が付される。 就業業すするままでの休業活動を義務化しておりますつまり、ペイメントをもらっている、つまり今、休業してて、次の新しい条文に向けて、えー、いろんな能力開発のため、能力開発の研修を受けて、えー、新しく、次の職場に移りたいといったときは、このあれはなあの、所得は低いわけです。しかし、えー、その間はちゃんと給食活動をしなさいよと、あるいは能力、能力開発のためのですね、 えー、講酬を受けなさいとそういうことで、えー、義務化されておりましてそこにはペナルティもついております非常に厳しいそういうその条件の下でそういったペイメントが、えー、ユニバーサルクレジットというのがまあ,あ払われるということですねこれは生活保護とはまた違うシステムですで先ほどのような図,図のようにですねこの所得が増えればあのー 給付はなくなくりますしかし最初のうちはですね、給付が非常に多くあって、安定して、まあ、あの次の上部への職業訓練、あるいは能力開発が可能になるというふうなことになっております。それでこのような制度は、実は似たような制度はほとんどの先進国で入っております韓国でも入っております。 これは寄付付き税額控除勤労税額控除というふうに呼ばれていますで先ほどちょっと言いましたがコロナ禍ではこの制度とシステムを使ってですね迅速に給付が行われましたで東京財団の私のプロジェクトでは税社会保障一体改革グランドデザインプロジェクトといいますがそのプロジェクト、まあ、今はプログラムですがでは2007年から 同じような提言をずっと繰りり返しておりましてておま実はこの、えー、給付付き税額控除というのは、えー、政,権民主党に政権交代前の自民党時代の法律に実は書かれましたで民主党時代にも法律に書かれましたしかしいろんな経緯があっていま、えー、だ実現はされておりませんが、えー、いろんなあ政党も、えー、例えば日本維新の会などはこの制度を公約に掲げております。 ど,んな制度ど,うどういうふうにするべきかということで、ちょっと、えー、話をしたいと思います、えー。先ほど申しましたように、欧州では国民と社会保障官庁、あるいは税務官庁がダイレクトにつながっている、これはどういうことかというと、その国税庁のホームページ、あるいは社会保障官庁のホームページを開いて、自分の名前とピンナンバーと、 あの社会保障番号を入れると私のアカウントが出てくるわけですねそのアカウントを通じていろんなやり取りをするでバックオフィス連携といって税務当局と社会保障官庁は裏で私の所得情報、まあ、刻々と変わる所得情報を共有しているとしたがって効率的な給付が行われるということなんですが日本ではそれはちょっと無理だと思うんですね。 先ほど言いましたようにマイナンバーを入れるのが欧州に比べて30年遅れたこの30年の間にやはり国民の意識がすごく例えば、えー、政府がそういった統一的に、えー、自分の情報を管理していいのかというのは懸念が極めて特に日本の場合は大きくなっておりますからなかなかこのそういう制度は構築しにくいとそこであの私が提言し,てるしたのがこのマイナポータルというものを活用してですね これ真んん中は実は実マイナポータルなんです。ちょっと図が分かりにくいかもしれませんが真ん中にマイナポータルっていうのがあってこれはマイナンバーカードをカードリーダーに読み込ませてパソコンで開けば、えー、国民全員に設置された私自身のそういうポータルですでそこに実は今左の方に書いてありますがいろんな民間企業からいろんなあのあの民間相達サービスというものを使って いろんなな情報が入っっててくるようになってますこれもずっとこの数年間の、えー、我々のプロジェクトと国税庁あるいは財務省とのやり取りの中で進んできたものなんですが今は例えば銀行からは住宅ローン残高が取れるようになってますし、えー、保健者からは医療費のいろんなものが情報で入ってきますでこれを E タクスに左の上に書いてある E タクスにつなげるわけですで、えー、問題はですねそのですね 国税当局はすごくそういった流れができました。しかしその情報がこちらの方の社会保障給付には連携されていないんですねつまり一番上がつながっていないわけなんですで、えー、イギリスなどではちょっとこれはもっと見にくい絵になりますが国民自体がもうさっき言ったように再、えー、入庁ともつながってるし この社会保障官庁ともダイレクトにつながっておりまして、したがって当然、この上の給付情報と所得情報がつながっていると、ところが日本ではつながっていないので、えー、つなげるとすれば、このマイナポータルというものを使って、えー、我々国民自身がつなげるようにしたらどうかというふうに考えて提言をしております。ももちろんつつながるよううにすすべきだということいこ強く言っておりますで、まあ この後で、次のページで説明しますが、少しずつそういう動きが出てきております。私自身、あの内閣官房時代からの,あのデジタルマイナンバーの,あの有識者会議がありまして、そこで3年越しにあのいろんな発言をしてきましたので、少しずつです、ね、そういうことをやろうじゃないかという感じにはなってきております。それはちょっとと先にお見せしますと この,この図なんですが、これはあの、えー、このデジタルワーキンググループが5月に作りましたあの資料でございます、これ、政府の資料です。で、これは上に表題に書いてありますように、デジタルセーフティーネットの一層の強化と、これ、一層の強化というのはおかしいんですが、今、全くできてないわけですから、構築というふうにあるべきだと思いますが、まあ、彼らとしては一層の強化。で、 真ん中がまさにその所得情報と給付情報をつなげるというふうな話なんです。彼らからすればやはり考えてみれば一番下がすごく重要なんですね。行政機関のバックオフィス連携つまり国税庁と例えば厚生労働省がつながるとこういうものが構築されなければこれは動きません。それははでですで実は一番上も重要な話で これは自治体の中でも、えー、住民税の,あの税務課と横にある福祉課とは全く情報連携がされていませんしたがってこの間もつなげていく必要があるということが丸一です当然これは守秘義務の問題とかいろいろありますのでそれを乗り越えていく必要もあろうかと思いますそれで、えー、こういうことで進んできてるんですがあの一つ重要なことはですね、えー 今フリーランスとかギグワーカーとかそういう新しい労働形態の方が増えてきてるわけですね。そういう人たちのじゃあ所得情報をどうやってつなげていくのかとこれが非常に重要なことになるわけです。会社員の方はこの企業,企業から、えー、今あの毎月源泉聴取をしておりますのでそれが番号付きであの情報はあの国税当局には行っております。しかしかかフリーランスの方とか リワーカーの方はどううすすんだという話になりますでイギリスでは彼らにも毎月税務申告をあの情報申告を課してます税務申告というんじゃなくてこれだけ稼いだということを稼情報をですね入力するようになってますそれはなぜそういうことをそのじゃあ納税者が好んでやるのかというとそれをやることによってそれが社会保障官庁に回って 自分の給付としてて返ってくるからなんですねだから税務当局に自分の,今あの、まあ、昔は週ごとでしたが今月ごとに今月はこれだけいくらウーバーの運転手はこれだけ稼ぎましたということを自分でインプットするんですね。でそれがこうくるくる回って必要な給付に返ってくるとそういうふうなシステムがこうできているから自発的に自分の情報を入力するわけです。しかしか日本ではあ全くそういういことが つながっていませんし、考えていられませんので、一番下に、この一番下の左に書いてありますが、このプラットフォーマーから、シェアリングエコノミーとか、ギグエコノミーのこのプラットフォーマー、例えばウーバーイーツであれば、ウーバーイーツというプラットフォーマーから、この本人にですね、配達人本人に、いくらあなたは今月、えー、いろんな店からこれだけのものをもらいましたという情報をですね、流すようにしていく必要があるんじゃないかな。 これはこれで今、実はデジタル庁でもそういうふうな方向で検討が進んでいますで。日本の場合は、やはりそんな情報を取るだけで給付につながらないのでインセンティブがないわけですね。だからこれからはそ,のそこをぐるっと回るような絵を描いて自分の所得情報が政府に伝えれば伝えるほど実は給付に回るんだといろんな給付があります、児童手当もあればあいろんなあの手当もあるわけですから。 そこのトータルとしてのグランドデザインも書いていくのが、まあ、我々のプロジェクトのです、ね、一つの大きな役目ではないかということでいろんな提案をしております。で、まあ、最後にちょっと下に書いてありますがこれはやはりですね官邸のトップのリーダーシップがなければできません。データででいくらいろんんなこと言ってるんですが 例えば世帯所得を少なくともデジタル庁で世帯世帯所得を管理できるようにすべきだということを実は申し上げたらデジタル庁の回答はいや世帯,とか世帯とは何かというのも大変難しい話であってそれを決めるのは厚生労働省ですよというような回答が返ってきてるわけですね。そうなりりりますとやはここのののの縦割りをして、えー、トータルの、えーこの 絵を描くような官邸のリーダーダシップが必要とあるいはデジタル庁がですね政策官庁になる必要があるんじゃないかなというふうに思っております。ちょうど時間が限られておりますのでこれで時間が来ましたので私の,あの税社会保障一体改革グランドデザインの話はあの終えたいと思いますけどぜひあの東京財団政策研究所の ブログを見ていたホームページを見ていただければですね今までの提言も全部出ておりますしまあ税の分野ではいろんな提言が実現されているということがあ分かっていただけると思いますこれからも引き続きよろしくお願いいたしますありがとうございました森信研究士官ありがとうございました